はい、どうもこっさん、こんばんは。こんばんは、こんにちは、じゃないな。違います。今日はですね、11月11日ですね、うん、時間9時過ぎです。今日は小太郎くん、はい、今日は小太郎くん学校でですね、学習発表会っていうのがありまして、うん、チョコレート工場の秘密という劇をやりました、うん、でその中で小太郎くんの役はですね、うん、あれですね、はい、お願いします。チョコレート世代チョコリコタラギョインっていう役をやりましてもう一個なんかセリフだったな、ね、だっけ。この、うん、この部屋とこのチョコレート部屋の甘い香りと安らぎは僕が守る。それとシュキン、甘い香りを皆さんにお裾分け。あ、言えた言えた、投げんねんな、はい、っていうセリフがありまして、頑張りました、うん、多分今日の劇の中では小太郎くんが一番声が出てましたね。よかったです。そしてお裾分けっていうのがあかんのを、お裾分けって言ってました。噛んでしまいました。やりました。下手くそです。いえいえ、しゃあない。 OK です。声が大きかったから OK です。 OK です。 OK です。 OK。 はい、そんなわけで今日はロディしたいと思います。はい、ちょっと1回だけ撮りますね。うん、じゃあの、じゃあの、今日は頑張りました。お疲れ様でした。お疲れ様。